静岡空港東側のリーサと呼ばれる滑走路端安全区域の拡張工事が来年度から始まることから県は空港周辺西1町の対象地域の住民に対し説明会を始めましたきょうの説明会は牧之原市の住民を対象に行われましたリーサは航空機がオーバーランした場合に機体の損傷を軽減させるため 滑走路の両端に設けられる区域のことです拡張工事は国際基準の変更に伴うものでこれまでの基準では長さ40メートルでしたが新基準では90メートルとなります説明会は工事現場でも行われ工事ではおよそ30万立方メートルの盛り土が発生することから県は 森戸の安全性などに重点を置き参加者に説明していました。